まあ、あの山田家ほどその、清和源氏の中で長く続いたという意味はございませんので、まあ、その話をさせていただきます。まあ、とにかく清和源氏、といいますのはそのご存知のように清和天皇からというふうに、どんなケースを見ましても相変わらず、清和天皇第六皇子、忠澄維新の第六皇子の子供であるから六尊王というふうにして源常本忠忍者の三中公を普通の方は初代清和源氏の初代と一代目と思ってらっしゃるけども、その前にお父さんの常本は源常本と名乗っておられますので、まあ二代目というのが正式だと思います。その次がまだ来光とか、まあ、いろいろありまして、山田家はその3番目の頼信から出てくるわけですけども、でどっちが本家かといいますと、その理屈から言えば一番上に書いてある来光、いわゆる源の頼光ですね、これが本家であることは位が全然違うんですね。来光というのは驚くべきことに、その金利、まあ、金利仕事も言ってますけども、普通はこの辞書なんかで調べますと大内仕事と書いてあります。大内とは何か言いますと大代理のことですね。要するにはっきり言いますと来光の系統は位はものすごかったんです。中南号まで行けますし、小二まで行けますから、まあ、すごかったんですけれども、その藤原氏といつも組んでおりましたので、その藤原氏が滅亡、まあ、衰退するのと同じようにそれにつられて一蓮托生で、まあ滅んだとは言いませんけれども、言いますけど今テレビで出てきたら源三位頼政ね、源三位というのは、まあ、ある人なんかはその三位になったのは平家や清盛に味方したから三位をもらったんだと言いますけど、とんでもない話で、ここの系統は前にも言いましたように小2位まで行けるんです。だから現在に3位、13位でしょうけども、そんなのまだ低い方でね、まあまあいうことです。で、そういう、まあ、そういうことですから、まあ、三中頼信、頼信はだから三男の系統なんですね。しかし、こっちが将軍最後に、頼朝を出しましたものですから、そのこっちが本流のように見えますけども、来光のところが本当は本家なんですね。そして、経緯はその頼信が平の忠常の乱を平げで、頼義はその息子の頼義は全9年の役を鎮圧し、まあ、安倍の佐藤の乱ですね、で義家は5、3年の役を平らげた。これは出羽の国、まあ、義家が出羽の国のその前9年の役の手柄として義家は出羽の国の国司を、まあ、任命されてましたから、で、まあ、その後、義家の長男は義臣義親といいますけども、まあ、これはちょっと不祥事を起こしましたので、為吉が、まあ、義家は為吉を子供として、養って、その代わり為吉は京都から出してもらえなかったんですね。ですから、その位は非常に低くって、その次元人といいまして御所へ来た時にいつも座らされておりましたのね。それはあの位がないからですね。まあ6位、まあ、そういうことで義朝は今度は平治の乱でその平清盛と戦って負けてしまいますので、まあ、あとは頼朝が継ぐ、まあ、というわけですね。まあ、どの代、見ましても疾風怒涛といいますか、もう本当に艱難辛苦の人生を歩んで、生き抜いて、まあ、最後は、頼朝がその天下の主となったからよしいようなものの、もうあれで、本当だったら滅びていたかもわからない。まあ、とにかく武士ですから、その公家の連中はね、なんぼでも戦はしませんから、ちゃんと残っているわけです。武士でこれほど長くまで、まあ、生き残ったといいますか、歴史に残った家は、まあ、ないわけですよね。まあ、一方
八幡太郎義家の三男、義国は、ゆえあって下野国の足利の将に流され、まあ、中止と書いてありますけど、島流しのようなもんです。で、二次を設けて兄を新田義重、弟を足利の義康と言います。で、新田義重公は、神津家の国へ出て、新田の将を領有し、地名を持って討ち、とした。で、その、頼朝に、禁じ制しました。その理由はですね、ゆえんは、なぜかと言いますと、頼朝の長家言いますのは、頼朝は三男ですから、一番上の長男、一番上の兄が、有名な白玄太義平ですね。まあ、平治の乱で負けて、逃げるんですけども、途中でやっぱり、清盛に憎しで、取って返すんですね。で、清盛を討たんとして、狙っておりましたら反対に、捕まってしまいまして、六条河原で打ち首獄門。で、その獄門を、獄門の首をですね、獄門に飾してある首を、この新田義重の娘、すなわち、義平の妻は、夜の間に盗み出して、群馬県、神津家の国へ帰って、義平寺を建てて、弔うわけですね。義信公は、その山名を名乗っておられるんですけども、源平の騒乱に対抗を立てて、平家追討の法相に、伊豆の神に任じられました。でこれは源氏、いわゆる源氏頭領6人の筆頭として書かれております。まあ、頼朝生存中は山名氏、山名義信公やその子供は重用されたんですけども、重用されておりましたということね。まあ、そういうあれは何分も出てきます。常に、頼朝のすぐ近く、テレビなんかでしたら北条ばっかりで出てきましてね、本当は頼朝のすぐ近くにいるのは常に、この山名義信公なんですよ。まあまあそういうこと でただし頼朝が亡くなったらどうなるかということですね。もう北条が陰謀によって多少全部、抹殺をしていましたから、第一その源氏宗家すら滅亡させられたんですからね。山名家も御多分に乗れず、北条の毒牙にかかってしまった。孫妃文脈には山名太郎次郎、昭和3年、8月25日、謀反の風聞ですよ。聞こえがあるようとだけのことで噂だと言って、謀反の風聞あるによりて召し捕らえられ中され終わぬ。中枢いうのは殺すということね。中され終わぬ、終わったと言って、中されたと言って、つまり殺したと言ってるわけですね。で、その医療が、ですね、問題になるわけですね。彦次郎、義時に、当て行われたと、書いてあります。孫妃文脈に書いてありますし、山中夫にも書いてあります。ですから、何が言いたいかといえば、太郎系統と三郎系統の領地は、次郎系統の義時に与えられたと言っているのであります。ちなみにその次郎系統、山田家 3系統あったのに次郎系統が全部領地はもらったんですね。で、それでどうつながっていったか言いますと、まあ、吉典、吉伏、重国、重村で吉長、吉俊、正氏、時氏となります。吉典公八代の後院、時氏公が、鎌倉幕府で有力な御家人であったということは、もう時氏の時が北条氏の通じであることからも自明の理である。つまり時氏の母は、まあ、高氏の母のおばにあたるわけですね。これから見てその時氏がその足利に着いたということなんです。新田氏は室町幕府には存在せず、足利を名乗る者は、江戸時代には見当たらない。細川氏は、鎌倉幕府では あってなきような存在であった。武家としては山梨だけが鎌倉室町江戸時代とあたかも万世一系のごとく連綿として今日に至っているのであります。ですから、まあ三幕府にね、ちゃんと名前が出てくるのは、まあ、山名家ぐらいなものです。山名時以降は戦場往来、戦軍万馬の猛将であった。東本清掃、八面六臂の大活躍をして、その結果丹波丹後
稲葉宏樹、美作、そして5カ国の大使となったんですけど、2カ所の国の決勝決断権を持っておりましたから、本当は7カ国の大使というのが正しいと思いますけど、ただ、で、着氏、室吉は、その、行商でありましたから、田島、それから、ビンゴを両国として、これを有志の時吉に伝えた。その山名家はもう7カ国、8カ国というふうに増えていくわけですね。で、時吉が没すると、山名家の統領権は、室吉の子供の光行や時吉のこの時色に移らずに、孫次郎義長が表した山名家秘伝の一貫、笹の葉衆という、まあ、犬大物の秘貫なんですけどね。で、犬大物が一番上手であったというかうまかったその宇治清に、預けたんです。で、これは、まあ、家宝ですから、その宇治清がその家宝をもらったということは、結局、まあ、あの宇治清が、まあ、ついたと言わざるを得ないわけですね。その、まあ、旅力絶倫であったので、その一族で山城、泉、摂津、南半国、それから紀伊、出雲、沖を越えて12カ国半の、まあ、6分の1度のと言われてます。教科書では6分の1度のと言いますから、66カ国ほどしかありませんが、64カ国ぐらいですからね。ですから普通は11カ国というふうによく書かれるんですけども、12カ国半の大将になっています。で、宇治清の代は、まあ、11カ国、それから、まあ、負けまして、時広公の時に田島、稲葉、宝器を安堵されて、で、幕府の重鎮となって伊賀、備後、安芸、石見を加えて、7国の大使に返された。で、その次が史上の高い持ち広公で、すなわち総伝公です。で、下記の乱で六代将軍吉典公を侵略した赤松光助を滅ぼして、その褒章に播磨、まあ、美作ですね、播磨備前、美作を加えて十カ国の大将に返り咲く。で、応仁の大乱では西軍の大将であって、ちなみに言えば応仁の大乱は明らかに細川勝元が企んだというかやったわけですね。ですから応仁記の一番最後を読めば、それがもうはっきり書いてます。山名殿、ついに70歳になればついに虚しくなりかねないことですけど、勝元に関しては、神さんによって、神仏によって魂を奪われて、殺されたんだと書いてるんですから、ね、応仁記はもう読んでる時はもう何や、細川の宣伝ばっかりやってるんじゃないかと、私もてっきりあの細川の家来か誰かが書いてあれしてるんだとばっかり思ってたんですけど、最後の最後でね、勝元もむちゃくちゃに言うてるから、どっちが悪いということはもうその筆者ははっきり言うてるわけですね。旧大将軍ですね、乱については山名家にいささかも咎なしと保証してますし、かつて、加えて、いやいやしかのみならず、世が今日あるは山名家のおかげであると、乾杯しているわけであります。応仁の乱をしたやったから言うて、罪はほとんどの、書物は、細川勝元が原因だと書いてますし、悪いのは細川勝元だと言ってますから、山名総伝を悪いと書いた人は誰もおりません。ですから、まあ、山名氏の矜持、誇りというものを持って、人生を歩んで、いただけましたら、もう、無常の、個人で、戻ります。